いいぜ、これいいぜこれいいぜ、かっこいいぜ。オージーオージー、皆さんこんにちは。なんだろうな、皆さんこんにちは、カニエウエストです違うな。皆さんこんにちは、根本晴美です。さて今回なんですけど、スイッチプロコンシリーズ第3弾ということで、この改造をもってスイッチプロコン一旦終わります。サムネでもわかるとは思うんですが、めちゃくちゃかっこいい LED ライトをつけることができる改造があるんですよね。めっちゃかっこいいんですよこれ。光らせて何の意味があるんだと言われてしまったらそこでおしまいなんですけども、純正プロコンなのにこんなかっこよく光るのっていう、その意外性、そこの一点のみですね、この改造に魅力を感じるのは。今回使うそのキットですね、改造とか言いながらキットなんですけど、また、エクストリームレイト、これをつけていきたいと思います。まずはキットの中身からご紹介します。レッツゲリロン。それではキットの中身を見ていきます。じゃあ開けていきましょうか。エクストリームレートですね。メイドインチャイナです。はい、パカッと。お、 Get one year warranty now ということで、ワランティーって何？ワランティーってよくあるよね、ワランティーカードってね。ワランティーって何？フォロワー数、シェア、ホット、保証しますよってことですね、1年で。説明書も入ってます。基板ですね、ボタン基板をこれと交換するみたいです。ボタン基板は ABYX と、まあ、十字キーなどなどのボタンで、このフィルムケーブル、フィルム基板は LR ですね、 LR フラットケーブルも入ってますね。アナログスティックの LED も入ってます。まあ、全てこっちに入ってるんでしょうね。で、まあ、特製の透明のゴム、透明ゴム、いやらしいゴムがいっぱい入ってます。あ、予備のネジもあんだ。あ、これありがたいな。ネジね、なくしがちなんでね、ありがたいですね。LED が見えるような透明のアナログスティックですね。ZL と ZR と LR。で、これは普通の十字キーと、まあ、専用の十字キーやボタン類まで全て入ってます。いらねえよな、別に。これに関してはいらないな。で、説明書。日本語かな？日本語かな？英語。写真で説明してて、しかもめちゃくちゃ詳しいね。あ、すごい。そうかそうか。すいません。いらないとか言ったけど、印刷部分が透明になってるんです。ここから光が漏れるっていう形ですね。ここも。いるね。いるいる。説明書もわかりやすい。多分。わからんけど。光り方とかもいろいろコントロールできるんですよね、このキットは。それでは改造開始。じゃあ分解していきましょう。まずは足のネジを外していきます。ちなみに私がいつも使ってる青スティック、めっちゃいいよこれ、本当におすすめ。使い方慣れたらこれなしじゃ分解したくないもんね、もう。で、次開いたらここの4箇所ですね、外していきましょう。なんかネジバカになってんな。そしてバッテリーが見えます。バッテリーまず先に外しましょう。はい、外しました。ここでね、ここからネジの大きさ変わるんですよね。1個大きくなる。ここ、ここ、ここ外したら最後、ここ、ここまでありますね。ここはもう細いドライバーじゃないと入らないです。隙間にね。OK。クッパーしていきましょう。クッパー。クッパー。で、ここ、ケーブルつながってるんで、この黒いラッチをパカッと上に上げて外します。これで分離できました。で、ここは一旦置いときます。ここを分解していきましょう。ロックを上げてフィルムを取り出します。取りにくいんだこれが。 OK。 で、またネジ外していきます。はい、これで全部外せましたね。パカッとやると LR が外れます。で、この中にフィルムが入ってるんだよね。で、パカッとやると、これが基板、そしてここにボタンが入ってますね。じゃあまずは LR からやっていきますか。LR のボタンにはこのフィルム基板を入れるみたいなんで、あ、OKOK。
パカッと上げて、オッケー、取れた。オッケー、で、取れた。来たな。LR 取ったら、ここになんか棒があるんでね、この棒を取らないといけないっぽいですね。取れねえし、徐々に引っ張っていって、棒を出していく。長っ、こんな棒入ってんだ。そして、ZR を取ります。おい、反対も同じようにですね、棒を徐々に出していく。こんな長いのが入ってたんだ。で、R 取れると。はい。んで、このボタン。よし。ボタンを外すと。そうすると、ここにフィルムケーブルがあるんだ。だこのフィルムケーブルを、こっちと置き換えるわけですね。結構強めに貼り付いてる。よし、OK。サイドから回ってんだ。まあこれ破れてしまっても今回買ったキットのケーブルをどうせ使うんでそこまで心配しなくてもいいかなーって感じですね。はい、取れた。はい、OK。スッと。素晴らしい。取れました。こうですかね。あ、こうだね。多分。OK。ちょっと浮いてるね。長さが若干合ってないのかな。LR のボタン。これはもうはまるようにしかはまんないっすね。はい。はい、OK。よし。OK。ボタンもそうか。新しいやつはめていくんだ。この、まるで鉄みたいに硬くて、太くて長い棒を差し込んでいきます。こんなに太いの、入るかな？奥まで。入らないね。入らないね。最初は痛い。そういうもんです。入らんな、これ。マジで。どうやって入ってたんだ、これ。うう、入った。いきなり入った。いきなり入れてしまった。やば。申し訳ない。もう一個の穴にも入れます。穴って2個あるからね。入れる穴って2個あるんで。入りました。フィルムケーブル通すとき、このしっかりね、この枠の下側にね、フィルムが来るようにしないと、後から困りますね。こうして、はめるんだ。OK。この爪をくぐらせて、ここにはめる。えい。バッチリ。いいですね。これで完了。次に、ボタンを変えていきますか。はい。お。ゴムも光るゴム、光るゴムになります。かぶせよう。 OK。 暗闇で光るゴム、初心者におすすめのやつ。入れる場所に迷わないやつね。プラスマイナスやホームボタンはゴムだけ変えるみたいですね。ゴムだけ。はい、 OK。 こんな感じに変えましょう。で、最後基板ですね。この基板、これが元の基板、これをこれに差し替えます。基板ごと変えるってすごいよな。はい、このように。で、ネジ止めします。なんか精度悪くね？ネジ。ケーブルを差し込みます。基板にね。入った。逃がすな。OK。入った。めっちゃ入れづらい。これ入れづらい。これ一番難しいんじゃない？ここ。ここに貼るんだね。貼るのむず。こんな感じで貼るわけですね。フィルムケーブル新品あるけど、新品だと多分やりづらいんだよな。曲がり具合とか。そのまま使いたいのにぜひ。またね、フラットケーブルで時間取られるの嫌なんで。そしてこの、何 LED を貼ると。両面テープになっているので。見えてる？見えてないか。こんな感じで貼ります。こんな感じで貼りました。はい、貼りました。で、今のうちにスティックを突っ込んどこう。はい、OK。で、合体。これ、これなかなかやで。噛むもんな。噛むようにできてるもんな。いった。大丈夫そうですね。多分噛んでない。なんか緑がダサい気がする。ここの基板が緑になってダサいな。若干。はい。お、もう光った。とりあえず閉めます。できました。完成です。それでは動作確認していきます。動作確認していきます。まずこれ電源がオフの状態ですね、今は。で、この状態で L ボタンと十字の右と B ボタン、ここを
5秒以上長押しします。すると電源がオンになりますね。あ、 Y だ、間違った、 L と右と Y ですね。はい、ついた。これ色を変えることができるんですよ。この女性で LY を長押し5秒、すると点滅します。下、ここですね。今ここが選択されてるんですけど、十字キーの右で色を変えていきます。 OK、 緑で、また LY 同乗して次の場所、はい、ちょっと次ここが点滅します。でここの色を決めれるわけですね。青で LY、 こうすると今度は右スティックのところに移動します。 L と Y を長押しすれば終了します。 OK、 終了。これでこの色に固定されましたね。でまたライトを消したいときは LY と右を5秒から10秒長押し、はい、消えた。でまたつけたいときは長押しですね。はい、記憶されてるね。かっこいいんじゃない、意外と発色はめちゃくちゃいいっすね。かっこいいと思う。で裏側から見るとこんな感じ。うん、全然問題ないっすね。うん、スティックも問題ないし、暗くしてどんな感じか見てみよう。うん、かっこいいね。いいっすね。あ、点滅もあるんだ。あ、消すこともできる。光り方かっこいいな、これ。もちろんそのまま純正品なんで使い心地は抜群ですよ。また個別に光らせれるってのもいいね。あ、これいいぜ。これいいぜ。かっこいいぜ。この辺かっこいい。中の基板が透けてる感じめっちゃかっこいい。かっこいいじゃん。はい。OK。はい。というわけで、今回は、プロコンを光らせる改造をやってきました。個別に光り方を変えることができるっていうのはめちゃくちゃいいなと思いましたね。光り方もかっこいい。このプロコンの黒ってね、半透明なんですよね、表の部分が。だから、ちょっと緑色の基板が透けるの嫌だなと思ったけど、LED 光らせると、まあ、緑色は目立たないし、中がちょっと透ける感じで光るのがかっこいいな。ただね、アリエクスプレスで買ったんですけど、4000円ぐらいしたんで、ちょっと高い。まあ、キットなんでね、誰でもできるような改造になってますね。ハンダゴテもいらないし、加工もいらないです。部品を交換するだけでいいんで、誰でもできる改造って感じなんで、まあいいんじゃないかな。常に光らせてたら多分相当バッテリーの持ちは悪くなるはずなんで、そこはやっぱり心配だけど。というわけで今回の改造もよいしょ、勝利を重ねてしまいました。はい、僕が知りたい。スイッチ3連チャンやったけどもう終わりです。スイッチしつこかった。というわけでこのチャンネルでは、この他にもいろんなね、改造とか、まあ、壊れたものの修理とかいろいろとやってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。